こに行きたいなって。フィメルセラピストの場合は結構行っちゃうんですよ、この状態で。何でのか、ただ年齢で綺麗に残ってるとそんな人通り終わって殴りたい。いや、そうなんだから大事にしてる。殴りたい。でもティーバッグつけたんだから、さすがにちょっとお尻を見せてくれるようなポジショニングはあるだろう。山田でございます。今日はですね、この YouTuber の方の、動画を解説する動画になっております。ここからが問題になる。そこでそもそも論がある。私的にはね、もうまあちょっと勇気を振り絞って、ここからはね、もう僕もダメにメースモンスターじゃありませんから、ここからです、僕の真骨頂は。まず延長オーダーしにしてしまいました。これ本当は良くないですよ。延長は絶対しない方がいいんですけど、オフィランデさんのティーバッグつけたじゃんみたいな。はい。でティーバッグつけたら、なんかそのティーバッグが見えるような体勢を逆向きでみたいなとかってないのって言ったら、ないです。でももっと早く言ってくれたら、言って言われたらやるんですけど、もっと早く言ってくれたらよかったのにみたいな言われて、みたいな。まず皆さん言いましょう。やっぱり言っちゃダメですな、思ってても、うん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 、やっぱ言わないのが紳士だし、うん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 、それがやっぱり長いね、うん、付き合いになるというか、うん、まあ、うちだったらこの人はまあ敵んですけどね、まあ、そもそもですね、うん、延長とかってできるのってね、もう聞いちゃったんですよ。そんな言ったらやってくれるっていうのを知ったら、でね、こっからですよ。こっから僕のまくりすごいですよ。いや、こっからが僕の怒りがすごいですよ。せっかくティーバッグつけたもんです。じゃあ3分3分でいいもんで、ちょっと逆向きの手術でやってくれみたいな。でも時間お願い、もう3分だけって言ったら、分かりましたみたいな。ね、これで全国のねセラピストさん聞いてたら、時間が来て 3分だけとか、あとちょっととかっていうのは対応しなくていいですからね、まず。自分のことしか考えてないし、それやっぱ性的要求のためのことだからね、うんうんうん、マジでそれしぶしぶ OK してくれて、しぶしぶ OK でしょ。だから本当は嫌がってたんですよ。それを勝ち誇ったように言ってるのが間違ってるし、これを参考にしてほしくないんですよ、お客さんに。例のお尻をこっちに向けて鼠径部を手術してくれるっていう3分のボーナスチャレンジ成功しまして、よっしゃーですよ、もう。だからこの人は言ってみたからそれをやってくれたから、すごく喜んでますけど、まず時間を超えて延長料金も払わずにやろうとしたのも間違ってるし、それをに挑戦して言ってみたからできたみたいなのは勇者気分ですけど、全然真逆ですからね。やべえ客だって思われてるだけですから、迷惑。ちょっともうちょっとこっち顔側に来てみたいな。こっからよく聞いて。後ろに来てくれて、ちょっとお尻を触りつつ、でも触りつつ、これでまだ始まらないぞって。めっちゃ激怒。こういうのは当たり前だと思わないでくださいね、お客さんね。やばい、怒ってきた。めっちゃ怒あれですな。で、ちょっとさ、ちょっとお尻浮かしてみたいな。腰浮かしてみたいな。腰浮かせるみたいな。お尻、浮かして、浮かしてって言って、僕自身もこう下に下がってですね、パクちゃんの目の前に顔が来るようにして、ちょっとパクちゃんの方を手でちょっとやらせていただいたら、意外とそこに対して触ったってこと？手でだからやってるんだよ。やば、拒否がなかったんですよ。拒否がなく、これで乗る。いや、これが本当勝ち誇って言ってますけど、この人、ここからが犯罪行為に入っていきますんで。てかもうすでに犯罪ですよ。うん、これももう犯罪、不同意性交ですか、手でやるのも。うん、今までってことで、もうそっからもう僕は口でね、ちょっと、口でパクチャンしました。違法行為っていうか犯罪ですからね。犯罪だよ。なんか勘違いしてるけど、勝ち誇ったような、やばいでしょ。やばい、普通に気持ち悪いし、なんかありえないし、なんかやってやったぜみたいなぐらいな感じ。いや、そのいうことで動画上げてるんですよ、上げてる、うん、だから他のユーザーが勘違いしないように、今回の回を作ったんですよ。うん、手でやった時点で結構ね、急に
そのファクちゃんがちょっと感じ始めて、雰囲気がグッと変わって、そのなんで口で言ったらさらにもちょっと吐息混じりの感じ始めて、おこれはいけるぞっていうことで、あれちょっと喘ぎながら、これどういう状況みたいな、ちょっとあの呆れて笑われましたね。これどういう状況、まあ、これが本当だったとしたら、まあ、抜き点のセラピストだなっていう感じですけどね、うん、パクちゃんも、うん、これはデフォーってことですよね、その店は。デフォーか、まあデフォーだと思うし、うん、パクちゃんもその系のセラピストってこと、受け入れてるから。いや、これ本当まずいよ。いや、まずいし、普通には普通の店でやったら本当やばいっすよ、うん、けどそれでもまだパクちゃんは僕のハガネイルを触ってはなかったんで、もうそっからはこっちからパクちゃんの手を持ってこう誘導して、あ、これもダメですな、だ手を持って誘導とかも本当に一発で僕呼ばれることになるので、うん、あの本当それできん案件っていうか、うん、あの警察沙汰になりますよ。普通に呼びますね、うん、なんか喜んでる。で僕はね、うん、いつも入ってる、行くからさ、すぐ行くからみたいな、すぐ行くからっていう話に乗っちゃダメですよ、セラピスト。いや、すぐ行くっていうか、触りたくない。いや、それはそうだよね。いやだ、うん、だからもうそっからはパクちゃんパクちゃんして、うん、手を左手でも誘導しつつ、右手ではもうえ、ちょっと胸もね、はいって、うん、もう三味一体ですね、もうこれがメンズマスターの真骨頂。もいや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 、うるせえって感じ。メンズエステ本当に知ってる人はおさわりもしないし要求もしないし、うん、本当にただただ楽しんでくださいます。この人はもう敵犯罪者だね。犯罪者だね。犯罪者だよ。ものの10秒で僕は行きました。はい、いや、もう久しぶりにだいぶ興奮しましたね、初回ね。あのこういうね人のためにマッサージ一生懸命覚えて一生懸命丁寧な接客してるわけじゃないんですよ、うん、そしてパクちゃん早漏じゃんって言われて、でその反応見て、あ、この子意外といける子だなっていうのがね分かって、あのパクちゃんこんなの初めてに浮いてたんで、お礼に来週も行くわって言ってね。いや、もう違うんです。違う来て欲しくないんですよ、そういう人は。だから本当にね、ずれてるんですよね。だからそういう人はもう二度と来ないでって思ってるんですよ、セラピストさん。いや、お礼に行くわっていうか、なんで上からっていうか、来んだって感じ、うんうん、結構ね、僕はかなり攻めたんですけど、全然なんか、まあ、この人強引で嫌な客だっていう反応されずに、なんか、いや、内心されてますよ。もうちょっと楽しそうな感じで、最後、ムーム状態で起き上がるときにこうね、笑いながらこうやって手伝ってくれましたし、うん、泣きそうになってたんじゃなくて、うちだったら泣きそうになってる、ね、うちだったらもう警察案件だから、素晴らしい子にまた出会ったってことでですね、これもう完全にだから犯罪なので、パクちゃんも聞いてたらあの訴えて大丈夫ですし、っていうかメンス秘宝、日報っていうか秘宝すぎる、うん、あ、確かにこの彼女は新人さんで右も左も多分分かんない中で、うんうんうん、客あのお店がしっかり管理してないから、こういうお客さんもお客様なのかなって頑張ってたかもしれないけど、うん、普通に犯罪ですからね。なんか、うん、右も左も分かんないぐらいにちょっとふわっとしてるのにつけ込んでる感じがなんかすごい無理。これを真に受けないでほしいんですよね、まあ、この方は別に俺は否定しないけど、うん、あのこれが当たり前とかメンズエステの遊び方だと思わないでほしいと。最初からちょっとなんか思ったのが、うん、なんか、まあ、専業じゃないじゃないですかこの人多分、まあ、専業だったとしても YouTube の、うん、うん、だったとしてもなんかホワイトボードなんか用意してなんかどうやって書いてんのがマジでちょっとまず普通にキモいわと思って、うん、なんかガチだったらなんかカメラ持っていけよみたいなって思っちゃったり、そう、本気だったら顔出ししろよって、え、そうとか思っちゃったり、別に捕まってもいいわと、これで再生数稼ぐんだっていうことであれば、うん、なんかやってやんぜみたいな、うん、引け腰だしなんかちょっと、うん、なんかいけてないな。いけてないっすね、内容もいけてないけど
だよな。ちょっと人間的にもいけてないっすね。いけてない者同士で、レベルの低い者同士で、抜き系のお店、うん、セラピストさんとそれを求める客で回ってるのも悲しいけど、免税店の現状なんですよ。そうじゃないから、免税店は今の人普通に2、300万、時短でも2、300万。だから攻略とかしてるから日本の方がいいだろうね。